が15で殿に救われる。正義と忠義を胸に秘め、赤い甲冑身にまとう。先方は譲らぬ、命は惜しまぬ。ただ前進あるのみ。戦場で赤鬼と呼ばれし我の名は井伊直政。参る。日輪無の字の旗のもと、小牧長久手の戦では八幡林の朝がけで秀吉方を震わせた。家康公から安の陣を賜り、徳川家中人品最も高しと言われし我こそ自由権利の将榊原康政推薦。天下は一人の天下にあらず、天下の天下なり。我慢辛抱堪忍と、さなきこの世に戦国の定めという難だというに、流れず耐えた猿がしの生涯かけたる望みとは、天は太平の世、時空を超えて変身の佐々木の地によみがえる三河武士、我こそ徳川家康。家康は怪盗家康公葵武将隊。Thank you.
国の世において剣術は兵法の一つ。甲冑を装備した戦では鉄砲弓矢など飛び道具が大事となり、核兵戦では槍槍灘などいわゆる長物が重宝された。しかし最後に武士を回るのはこの剣、これは戦国の剣である。集団の構え、脇側へ、うっ、はっ、霞の構え、うっ、はっ、笹隠れの構え、うっ、はっ、正体は400年前の戦国時代よりよみがえり、この岡崎を、いやこの日本を、いやこの世界を平和にするために天からよみがえってきたわけでございまする。本日はなんとですな、海を渡った国からも何か、訪問者が来ていただいておるということでございまして、中国の皆様でございまするかな。タジャハオ、ちょっと簡単な、せっかくこの間我々台湾行ってきましたので、ちょっと自己紹介をさせていただきまする。ウォーター、ウィンズシー、ジン、イ、ジ、ジュン、伝わったかな、伝わったかな、伝わったかな。ウォーター、ウィンズシー、シン、ユエン、カン、スン、お、伝わったかな、ありがとう。ハロー、マイネームイズミナヒネ。稲姫、はい、そして我々の友でございます。こちらがキャニャハオビンツシダチャンジャブオジンデンシイアンサンススーバイチシスイラ。さすがね、もう日本だけに関わらずね、もう世界まで通じる徳川家康でございまする。ありがとうございます、はい、どうもありがとうございます。我々はですね、普段この家康館の前にて同日祝日と演舞を行わせていただいております。普段はですね、徳川家康を中心とする8名の家臣団で行っておりますが、本日は4名での出陣となっております。ですがですね、もっと8名集まりますと、もっともっと威勢のいい、もっとかっこいい演舞をお見せいたしますので、ぜひ皆様ね、今回だけならず、また2度、3度とお越しくださりませ。そしてですね、今日はね、14時からの演舞も、ね、本当はある次第でございますが、今日は我々は午後から遠征に行ってまいりまする。そう、我々は、この後、西尾の総合体育館というところで、花フェスタというイベントに、参加させていただくことになります、はい、その際演舞が、13時半からとなっておりますので、もしそちらの方にもお時間ございましたら
ぜひぜひ遊びに来てください。場所は大体どこに行ってたっけ？場所は、西尾東高校の横、はいはい、そうですね、元中日の岩瀬投手の出身校ということでございます。調べてくれましたら出るかもしれませんので、西尾の総合大使は13時半からでございます。演舞の後、我々のブースにて焼きドーナツ、はいはい、こちらで販売されております、プレートやつと青い武将隊とマジカル殿のコラボによる焼きドーナツの販売も行っておりますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。お越しくださいませ。さてさて、だんだん寒くなってまいりましたゆえに、皆様で温まろうではございませぬか。このお時間でございまする、堪忍踊りでございまする。はいはい、ではでは堪忍踊りをですね、稲姫から。はい、じゃあ本日初めての方も多いと思われまする、青い武将隊初めて見たよという方、手を挙げて、あーたくさんおられる、 ありがとうございます。ではその方のためにこの堪忍踊りの、教えを、教えようと思います。では皆様、まず3人ポーズ、2つポーズがありますので、まずポーズその1、皆様両手を手のひらにしてください。皆様お願いいたします。見てなきゃ怒っちゃうぞ。1台1台、はい、ありがとうございます。その手のひらをお胸の前でパチンと合わせてくださいまして、右にパンに掛けて、続きまして左にパンに掛けたら手を2回叩いて、パンにジャンで上に上げます。素晴らしい。ではリズムに合わせてまいりますよ。せーの、タンニンタンニンタンニン。じゃあ素晴らしい。これだけのお客様が参加してくださっているにもかかわらず、やらなかった方は私が夜遅いに行きます。おかしいじゃん、ペナルティ重すぎるんだ。では、きついわ。これを踏まえてポーズ2に参ります、はいはいはい、ではポーズ2はチョキ、皆様、はい、チョキを出してください。ではこのチョキをまず右にタンニン、続きまして左にタニー、そしてタン、ニー、ジャンルに上げます。おー、素晴らしい、はい、ではリズムに合わせてまいりますぞ。せーの、タン、ニー、タン、ニー、タン、ニー。じゃあ、ありがとうございます。すごい参加してくれました、稲姫効果です。はい、喜びに行くといったら、ね、よっぽど稲怖かったから、枕の上でずっとこうやってますからね。はい、では早速踊ってまいりました。その他の動きは武将を見て、共に見よう見まねで踊ってください。では早速参ります、堪忍踊りスタート。それでは皆様、まずは手拍子からでございます。まず堪忍するポン、はい。
皆様にとりまして今日一日も素晴らしい一日となりますように八の国で締めたいと思います。どうか皆様ご賞をくださいませ。それでは皆の者八の国だ。えいえいおーえいえいおーえいえいおー。ありがとうございました。それではこれからはですな、武将がこちらに並びますので記念撮影のお時間でございます。皆様、お手持ちのカメラの準備をして、お待ちくださりませ。はい、ではまずは皆様から見て右手方向に、これで写真タイムモデルさんみたいな。それではよろしいですかな。続きまして真ん中参りましょう。それでは最後の皆様から見て左手方向ですが、この後、いつもですとおもてなしの時間がございますが、西尾の方の、ね、花フェスタに移動となりますので、おもてなしの方はございませんのでご了承くださいませ。はい、それではですな、これにて以上でございまする。せっかくですから、この海を渡った皆様と記念撮影なんてございますので、ぜひよろしければご一緒に皆様で